ヨハネによる福音書十二章ベタニアで紅湯を注がれる杉越祭の六日前にイエスはベタニアに行かれたそこにはイエスが死者の中からよみがえらせたラザロがいたイエスのためにそこで夕食が用意されマルタは休仕をしていたラザロは イエスと共に席に着いた人々の中にいたその時マリアが純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ持ってきてイエスの足に塗り自分の髪でその足を拭った家は香油の香りでいっぱいになった弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが言ったなぜこの香油を300デナリオンで売って 貧しい人々に施さなかか。ったのか彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではない自分が盗人であり金入れを預かっていてその中身をごまかしていたからであるイエスは言われたこの人のするままにさせておきなさい私の埋葬の日のためにそれを取っておいたのだ 貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。ラザロに対する陰謀。イエスがそこにおられるのを知って、ユダヤ人の大群衆がやってきた。それはイエスだけが目当てではなく、イエスが死者の中から蘇らせたラザロを見るためでもあった。最主張たちは、 ラザロをも殺そうと企んだ。多くのユダヤ人がラザロのことで離れていってイエスを信じるようになったからであるエルサレムに迎えられるその翌日祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞き夏目足の枝を持って迎えに出たそして叫び続けた。 ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。イエスは転ばを見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンの娘よ、恐れるな。見よ、あなたの王が来る。ロバの子に乗って。弟子たちは最初これらのことが分からなかったが。 イエスが栄光を受けられたとき、それがイエスについて書かれたものであり、人々はその通りイエスにしたのだということを思い出した。イエスがラザロを墓から呼び出して、死者の中からよみがえらせたとき、一緒にいた群衆はその証をした。群衆がイエスを出迎えたのも、イエスがこの印をなさったと聞いたからである。そこでファリサイ派の人々は互いにた。 見ろ何をしても無駄だ。用をあげてあの男について行ったではないか。ギリシア人、イエスに会いに来るさて、祭りの時、礼拝するために、エルサレムに登ってきた人々の中に、何人かのギリシア人がいた。この人たちが、ガリラヤのベトサイダー身のフィリポのもとに来て。お願いです。 イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。フィリポは言ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは言ってイエスに話した。イエスはお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。よくよく言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば 多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うがこの世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至る私に仕えようとする者は私に従ってきなさいそうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる私に仕える者がいれば父はその人を 大切にしてくださる人の子はあげられる今私は心騒ぐ何と言おうか父よ私をこの時から救ってくださいと言おうかしかし私はまさにこの時のために来たのだ父よ 皆の栄光を表してください。すると、天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。そばにいた群衆はこれを聞いて、雷が鳴ったと言い、他の者たちは、天使がこの人に話しかけたのだと言った。イエスは答えて言われた。 この声が聞こえたのは、私のためではなく、あなた方のためだ。今こそ、この世が裁かれる時、今こそ、この世の支配者が追放される。私は、力あげられる時、すべての人を自分のもとに引き寄せよう。イエスは、ご自分がどのような死を遂げるかを示そうとして、こう言われたのである。 すると、群衆は言葉を返した。私たちは立法によって、メシアはいつまでもおられると聞いていました。それなのにあなたは、人の子をあげられなければならないと、どうして言われるのですか。その人のことは誰のことですか。イエスは言われた。光は、今しばらく、あなた方の間にある。 闇にに、捕らえられることがないように光のあるうちに歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない光の異なるために光のあるうちに光を信じなさいイエスを信じない者たちイエスはこれらのことを話してから立ち去って彼らから身を隠された。 このように多くのしるしを彼らの前でなさったが彼らはイエスを信じなかった預言者イザヤの言葉が実現するためであった彼はこう言っている「主よ誰が私たちの知らせを信じましたか主の腕は誰に示されましたか」彼らが信じることができなかった理由をイザヤはまた次のように言っている。 神は彼らの目を見えなくし、心を堅くなにされた。彼らが目で見ず、心で悟らず、立ち返ることのないためである。私は彼らを癒さない。イザヤはイエスの栄光を見たので、このように言い、イエスについて語ったのである。とはいえ、議員の中にもイエスを信じる者は多かった。ただ、 カイドウから追放されるのを恐れ、ファリサイ派の人々をはばかって告白はしなかった。彼らは神からの誉れよりも人間からの誉れを好んだのである。イエスの言葉による裁き。イエスは叫んでこう言われた。私を信じる者は私ではなくて、 私をお使わしになった方を信じるのである。私を見る者は、私をお使わしになった方を見るのである。私を信じる者が、誰も闇の中に留まることのないように、私は光として世に来た。私の言葉を聞いて、それを守らない者がいても、私はその者のを裁かない。私は世を裁くためではなく、 世を救うたために来たからである。私を拒み私の言葉を受け入れない者に対しては裁く者がある私の語った言葉が終わりの日にその者のを裁くなぜなら私は自分勝手に語ったのではなく私をお使わしになった父ご自身が私の言うべきこと語るべきことをお命じになったからである 父の命令は永遠の命であることを私は知っている。だから私が語ることは父が私に言われた通りをそのまま語っているのである。